こんにちは。ビジネスやその他の道を志す人なんでね継続ができないんでしょうかねなんで続かないんでしょうかやる気がなくなったりモチベーションが起きたり飽きっぽかったりなんか別の用事が大事に思えてきたりとかしてせっかくやり始めた決意あることっていうのを途中でやめたりそのペースを落としたりすることありますよねなんでやる気がないんでしょうかねなんでやる気なくなるんでしょうかそれはですねやっぱ常に別の視点を持つってことだと思うんですよ 私はこう考えるんですよ。何かをやろうとしたときに、どうせ他の奴ら続かないだろう。だから続けてる自分は得だぞって感じですよね。で、今日やる気がなくって挫折必要になったら、あ、こういうとき他の奴は脱落するんだ。じゃあ俺はやってやろう。そうすると、おそらく他の奴はやめてるだろうから生き残ることができるな。この繰り返しなんですよね。じゃあ、FX でも、アフィリエイトでも、YouTube でもいいんですけども、今日ちょっと辛いな、やめようかな、と思った。 時が私もあります思うんだけど思った瞬間他のやつらはやめようかなと思った時に本当にやめる俺はやめようかなと思った時にあ他の奴やつやめるんだったら俺はやろうかなみたいなね俺は立ち続けるぜみたいな感じですよねそんな感じでまあこれも負けず嫌いなのかもしれませんし一種狡猾なんでしょうねみんなやめるぞよしよしみたいな感じでで口じゃねいや続かないっすよね いや、ぶっちゃけ無理っすよね、とか言って、安心させておいて、俺はやってる、みたいなね。俺はやってるぜ、みたいな。抜けがけってやつですね。試験の前もありますよね。いやー、全然勉強できなかったよって、半笑いでこうやってるやついるでしょ。あいつ勉強してますからね。いやー、勉強できなかった。全然、いや、ほんと昨日テレビ見ちゃってさ、みたいなね。テレビ見たけどさ、1分でテレビ切って、よし、勉強しようと思ったんだよ。隠してるや、ね、で、他の人は、あ、みんな勉強しないんだ。じゃあ、まあ大丈夫だろう。 平均点が下がるから、俺の勉強ペースでも平均点ぐらいはクリアするんじゃないかなと思ったら、結構やってたみたいなね。そんな、からくりですよ。ね。こんな感じじゃないですか。だから、モチベーションのもっていうのは、他のやつらがモチベーション落ちることをね、モチベーションにすればいいんじゃないかなというとこじゃないですか。いってらっしゃい。